ジューン・ドック・ハートはアメリカ合衆国の女優である。1925年、ニューヨーク州ニューヨーク市に生まれる。父親はカナダ出身の俳優で、死刑執行人もマタシスなどへ出演したジーン・ドック・ハート。母親はイギリス出身の女優キャスリーン・ドック・ハート。1938年に父ジーンが出演したクリスマス・キャロルにノークレジットながら出演し、 映画デビューを果たした。1940年代に入ると、徐々に出演作を増やしていき、映画のみならず、舞台演劇へも進出。1948年には、ブロードウェイ部舞台の、フォーラブ・オア・マネーへ出演して、トニー賞の新人賞を受賞した。1950年代に入ると、テレビドラマの出演も増え、1958年に、テレビドラマシリーズの名剣、名犬。 ラッシーへ出演。メインキャストのルース・マーティーを演じて幅広い層から人気を集めた。同作品では、プライム・タイム・エミュー賞へもノミネートされている。またそれ以外のテレビの代表作として、宇宙家族ロビンソンがあり、同ドラマでは、ロビンソン一家の母親を演じている。1998年に制作された、同ドラマリメイク版の映画、ロスト・イン・スペースへは、ドラマとは違う役柄で、 カメ出演している。これまで二度の結婚歴があり、1951年に医師だったジョン・メロニーと結婚。二児を設けるが1959年に離婚。子供のうちの姉のアンロックハートは女優となった。同年にジョン・シー・リンジーと結婚したが、1970年に再び離婚している。ありがとうございます。